こんばんは、金美館通りの藤村です。最近ニュースなどで見かける話題で、不同意性交罪ってありますよね。これもともとは強姦罪っていう名称だったものが、2017年に強制性交罪に改称されて、それが今回不同意性交罪に改称されるというものです。不同意性交イコール強姦なわけですね。でも強姦で捕まったっていうよりも、不同意性交で捕まったっていう方がなんだか軽いイメージを藤村は受けてしまうので、なんでわざわざそんな風に呼び方を変えたんだろうって不思議に思って、今回いろいろと調べてみました。まず不同意性交に解消しようっていう発端としては、同意のない性交は犯罪だっていう意識をもっと広めようというところにあるようです。ここだけを聞いてしまうと、じゃあ女の人が後からやっぱりあれは不本意だったって言い出せば、いくらでも訴え放題になってしまうということと不安に思う男性もいるとは思うんですが、単純にそういう話でもないみたいです。そもそも今まで強姦・強制性交が成立するには、暴行または脅迫が伴ってないといけなかったんですね。例えば人気のない暗い場所で 1.5 倍くらいの体格差のある相手に、ねえいいよねと襲われた場合、恐怖で悲鳴を上げることも抵抗することもできなかったとします。この場合、殴られたわけでも脅迫されたわけでもなくて、被害者が勝手に恐怖を感じて応じただけなので、これまでは訴えることが難しかったみたいなんですね。それが今回の不同意性交解消からは、不同意性交罪の要件である同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態であれば成立するので、嫌だとは言ってないけど状況と立場的に嫌というのが難しかったっていうパターンでも OK なんですね。男性側としてはどんな状況だとしても、嫌だったら嫌だって言うなり抵抗するなりすればいいじゃんっていう意見もあるかもしれないんですが、例えばこういう場面を想像してみてください。人気のない路地で、逃げ場のない壁を背にした状況で、自分より20センチ以上も体格差のある柄の悪い風貌の男性2人に挟まれて、ちょっと俺らに募金してくれないって言われたとして、怖くなってどうぞどうぞと有金を全部差し出したとしますよね。これを訴えようとした時に、でも殴られたわけじゃないよね、脅されたわけでもないよね、自分でお金を差し出したんだよね、嫌なら嫌って断ればよかったじゃんなどと、むしろ自分が責められたとしたら、理不尽さを感じながらも泣き寝入りするしかなくなってしまいます。これと同じようなことが女性が性被害に遭った時に起きているということなんですね。ちなみに強制性交罪の要件が暴行・脅迫の2点だったことに加えて、今回改正される不同意性交罪の要件は次の8項目です。1つ目が暴行・脅迫で、これは現行の強制性交罪と同じです。昔からの強姦のイメージ通り、殴ったり脅したりすることで相手を従わせて性行為をすることですね。2つ目が心身の障害、相手に心身の障害を与えたり、すでに精神的・身体的・知的に障害を持っている人への行為がこれにあたるようです。3つ目がアルコール・薬物、アルコールや薬物で酩酊状態にさせた状態での行為です。4つ目が睡眠・意識不明、これも薬物やアルコールと一緒で相手の意識があやふやな時の行為です。5つ目が同意する暇間がない不意打ちの状態、これは騙し打ちみたいな感じでしょうか。特に具体的な説明は見つからなかったんですが、おそらく何もしないから的な感じでホテルや部屋に誘い込んで意思を確認する間もなく襲いかかるみたいなことなんじゃないかなと思います。6つ目が恐怖・驚愕、恐怖やショックなどではっきり否定する意思を示せないパターンかと思います。7つ目が虐待や虐待に起因する心理、こちらも具体的な説明は見当たらなかったんですが、虐待のトラウマみたいなものを利用するようなケースかもしれないです。8つ目が経済的・社会的関係などの地位の利用、相手が逆らえないような立場を利用したもので、もしかしたらこれが一番身近でありふれたケースのような気はします。
例えば上司と部下だったりで、断ったら何か立場がまずくなりそうだとか、そういう感じのパターンでありますよね。あとは最近話題の某少年芸能事務所の社長と少年の関係も、今回の刑法改正後だったらこれに当たるかと思います。以上8つのパターンなんですが、この中でも心身の障害、アルコール、薬物、睡眠、意識不明の状態に関しては今までも準強制性交罪とされていたものです。今回の改正で準強制性交と強制性交が一つにまとまって不同意性交等罪となるようですね。というわけで、不同意性交として訴えるには少なくともこの8つの要件のうちどれかを被害者側が立証する必要があるので、多くの男性が心配するような、なんとなくその場でやっちゃったけど、やっぱりあの時は同意してなかった気がするから訴えるっていうのは実際には難しそうです。むしろここまで範囲を広げた改正がされた上でも、性犯罪っていうのは被害者側が被害を立証するっていうことがまだまだ実際は難しそうですし、精神的にも負担が大きいかと思います。少なくとも普通に付き合っている相手や配偶者とする分にはほとんど心配がいらなさそうなので、ネット上で騒がれているようなこれからは行為の前に毎回同意書を交わさないと犯罪者扱いされちゃうんではなんていう心配はちょっと大げさな感じですよね。まあ気をつけるとすれば、恋人関係じゃない相手といたすときに相手がひどく酔っていたり、師匠と弟子みたいな明確な上下関係があったりすれば、今回の不同意性交の要件に当てはまってしまうので、今までよりも慎重になる必要はありそうです。はい、というわけで今回は先月末に刑法の改正案が通ったばかりの不同意性交罪についてお話をしてみました。次回はそれに伴ってこれまた改正案が出されている性交同意年齢の引き上げについてお話をしたいと思います。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょう。バイバイ。